はい、ということで、場所移動しまして、はい、はい、ちょっと新タイムということで、せっかく今ちょっと、ね、ありがとうございます、いろいろありがとうでも楽しみにしてるんですよ、はい、かなり、まあ、今皆さんにもいろいろ話聞いて、うん、あれだったのそれを経てのということで、うん、ちょっとどう違うのかみたいなね、こう体験しながらできたいと思います、うん、はい、じゃあちょっと皆さんに紹介というか、はい、教えてもらえたらと思います。こちら、はい、ちょっとまだ、正式なラベルできてないんですけれども、なるほど、辛口、かなりの辛口のお酒になってます。かなり、はい、これは 90% のお酒になります。ああ、そういうことね。削ってないってことですね。そうです。なので、なるほど、90になると普段食べるお米よりも削ってない状態でお酒、あ、そういうこと、そうなんだ。普通のね、お米だと85%ぐらいのはずなんですよ。そうなんだ。それよりも削ってちょっとまだぬかが、ぬかというかもみが少し残ってるような状態で仕込んでます。なるほど、なるほど、はい、こちらがですね、山田錦の 50%、 これを半分に削ったタイプのお酒になります。極端に分かりやすく、そう、ちょっと分かりやすくしました、うん、なるほど、ちょっと手すきにするのだと、これ同じところで作って同じ原料は一緒です。はいはいはい、同じ山田錦、の 90%、 ああ、それは分かりやすい、そういうような形でやって、かなりの味の差があるタイプなんです。これは分かりやすい。これは何口って言われるんですか。これはこっちは中口ぐらいかな。中口、うん、おー、ちょっと甘いかぐらい。これじゃあ本当にすごい辛い。それって削る度合いによって辛口とか甘口とかってなるんですか。そこは他のワインとかビールとかも一緒なんですけれども、発酵の度合いでどれだけ糖分残すかというような形になります。糖分の残し方、そうですね、残し方、はい、じゃあ、 まあ米の削り方だけではないということですね。そうですね、うん、米の削り方は結構味の部分が大きいかなと思います。で、酵母でどういう香りにするかというのを決めて、で、今言ったその甘辛の部分でいうと、それこそ作り手の、まあ、さじ加減というか、そこで決まることが多いですね。あげかつジャーニー。じゃあこれはどっちから飲むのがいいとかありますか。確かにちょっと辛いのがいい。ああ、辛口の方が、じゃあちょっと新商品のね、辛口の方から、超辛口、超辛口普通にワインのやつやってるからさ、使いちゃうよね。ああ、そういうことね。まあ、いきますね。はい、はい、普通にうまいです。はい。おお。普通にうまいし、めちゃくちゃ、やっぱさっとこう引いてるのは辛口と関係ありますか。ありますあります。あります。あります。濃厚は見にくいですよね。そうですね。確かに。スパッと切れます。切れますね。酸もかなり出してますなので。ああ。酸味。なるほど。酸味だよ。飲みやすいなっていう印象なんですけど。すごく。もう一口いて、最近日本酒ってアルコール度数15前後が多いんですが、これ今18あります。あ、高いんです。高いです。アルコールも高いです。アルコールも高いんです。あ、なるほどなるほど。でも確かにグワってこうアルコール感はあるけど、そんな なんか嫌な感じじゃないっていうか、そんな僕感じなかったんですけどね。これが全然肉になります。めっちゃ飲みやすい。わし、美味しい。すごい嬉しいです。じゃあ、こっちに行きます。はい。わ、美味しい。同じ条件が一緒です。50%。香りはどうですか？香りはどうですか？こっちの方がなんかちょっと、なんか柔らかいっていうか、甘い感じ。ですです。甘い、うん、でもやっぱこれ飲んだ後なんてほわっという、ほわっとしますね。分かりやすいですね。米削ってんな、綺麗にしてんなっていうのも、多分これ飲み比べるとよりよく分かるかなっていうので、このチョイスにしてみました。その先言ったその
場面場面でどっちがいいかっていうのはこれはなんかそういう選び方ができるなっていう。なるほどな。どっち派ですか。いや僕もやっぱもともとこっち派です、ね、え、あその50パー、はい、あーなるほどなるほど。私ちなみにこっち派。あーこちらで、まあ、多分そうだなと思った。そうなんです。私もともと辛口が多分好きで、うん、めっちゃ美味しかった。そうだよ、ね、熱燗だったらこっちの方がいいかもしれない。あー熱燗ね、熱燗だったらこっちに行く。美味しくなったらこれが熱燗です。僕多分もともと絶対こっち派だったんですよ。え、本当？もともとどっちかっていうと辛口より、辛口が多分あんま得意じゃなかったんですけど、多分こでもこれどっちかって言われたら僕こっちの方がいいかもしれない。辛口、超辛口の方が、うん、超辛口人気だね。え、なんかスカッとする感じ。あ、スカッとしますね、はい、それが結構気に入っちゃいましたね。そうですね、さっきの無角じゃないですけど、うん、まあ水位置的にも水源は同じ可能性はとても高いので、うん、その同じお米、同じ水を飲んだ牛、それでできたお米、うん、でできたお酒、うん、ある意味根源は一緒だから、そういう意味では非常にストーリーとして面白いです。そうですね。いやーごちそうさまでした。ごちそうさまでした。無事今シーンが終了しまして、いい感じにちょっと酔っ払ってきます。確かにこれ状態ですね、はい、素晴らしい。今ね、ちょっといろいろこう支援させてもらってね、違いも分かったっていうのもあったりとか、今日は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。よかった。嬉しい。